ご視聴ありがとうございます。3月も半ばとなりました。年度末でしょうか。早いですよね。はい、まあ、そんなのはどうでもいいですよね。花粉もやばいんですが、恒例の気になる予約開始フィギュア情報やっていきたいと思います。よかったら見ていってください。はい、でも説明は省いちゃおうと思います。で、今回は、3月1日から15日くらいで、予約開始となったフィギュアで、まあ、気になったものをいくつかご紹介させていただきます。で、今回も結構少なかったですかね。多分10体前後になると思います。はい、では、始めていきましょう。まず最初のフィギュアはですね、こちらになります。はい、メガハウスさんでジェムシリーズナルト疾風伝渦巻きナルト陸道仙人モード GEM15th アニバーサリーバージョンになります。ジェムシリーズの15周年記念フィギュアの一つとして、ナルトからナルトが、陸道仙人モードで2体目のフィギュア化となりました。で、これちょうどこの前展示動画でもご紹介させていただいたんですよね。めちゃくちゃかっこよかったです。もし気になりましたらですね、そちらの動画もぜひご視聴してみてください。はい、ではですね、お次行かせていただきまして、こちらになります。はい、ミミヨイさんでアズールレーン歌詞の湯上がりプレシュアタイムになります。ミミヨイさんのアズレーン4分の1フィギュアシリーズで、今回はレースクイーンではなく水着ですよね。フィギュア化となりました。うん、もうとんでもない迫力です。あまり大きく映せないのはご了承ください。で、これも少し前にですね、展示動画ご紹介させていただいてますの で、そっちの方がまあもう少しアップでも映してますので、よかったらその凄さを確認してみてください。はい、ではですね、お次行かせていただきまして、こちらになります。フリーイングさんになりまして、アズルレーンセントルイス鏡像フィギュアになります。で、いきました。1分の1鏡像です。まあ、でもフリューさんじゃないみたいですね。フリーイングさんでした。で、ドールとかに多いですかね。あの追試合ということで、目線が常にこっちを向いてくれるんですよね。一番くじのアートスケールフィギュアみたいなやつだと思います。で、その1分の1ですからね、等身大、うん、お値段もびっくり、33万円だそうです。すごいですね。はい、ではですね、お次行かせていただきまして、こちらになります。ファットカンパニーさんでライザのアトリエ2から、ライザ&クラウディアチャイナドレスバージョンになります。この2人はネグリジェなんかも出ましたが、今度はチャイナドレスだそうです。まあ、メーカーさん違いますけどね。そのうちレースクイーンとかも出ますかね。で、これセット商品なんですが、一応単体販売もあるみたいです。まあ、でもセットですと追加パーツなんかもあったりしますので、ご興味ある方は仕様の違いっていうのは確認するようにしてみてください。はい、ではですね、次行かせていただきまして、こちらになります。はい、アミアミアマクニさんでワンパンマン戦慄の竜巻になります。ワンパンマンフィギュアっていうのも出そうであまり出なかったですよね。まあ、でも天国さんから出るということで、これはとても楽しみです。まあ、もっとピチピチでもよかったくらいですかね。うん、で、そしてまあこのキャラクターは姉妹ですからね、もちろん出ますよ。こちらになります。はい、アミアミ天国さんでワンパンマン地獄の吹雪になります。で、まあこれ展示も何度かされてましたし、知ってましたよね。で、妹の方がナイスボディです。で、ワンパンマンっていうのもやっと3期最近特報なんか公開されましたよね。もう本当に早くみたいです。まあ、おそらく、うん、次はこの2人も結構多く登場するんじゃないかなと思います。はい、ではですね、お次行かせていただきまして、こちらになります。はい、グッドスマイルカンパニーさんで、初音ミクフィギュアで桜ミクですね、お花見コーデバージョンだそうです。うん、めちゃくちゃ可愛いです。で、あのこれ先日のワンフェスでは未彩色で展示だったんですけどね、もう予約が始まっちゃいました。で、これ6分の1スケールということで、まあ少し大きめですかね。でも定価22,000円、結構安いですよね。あの造形なんかも結構派手めですし、いや、これいいですね。うん、あの今回の中でも特に刺さるフィギュアでした。いや、展示もしてほしいですね。デコモスが見たいです。はい、ではですね、お次行かせていただきまして、こちらになります。
はい、グッドスマイルカンパニーさんでボッチザロック一時二時間になります。グスマさんのボッチザロックフィギュア、3人目ですね、ニジカちゃんが予約始まりました。可愛いですよね。シンプルでとてもいいです。まあ、お値段もお手頃ですしね。でお次はまあ北ちゃんが来るかと思いまして、でそれ以外のキャラも出るかっていうのも注目したいなと思ってます。はい、ではですね、お次行かせていただきまして、こちらになります。はい、スピリテールさんで僕のヒーローアカデミアアドをねじれウェーブになります。スピリテールさんのヒロアカ女子フィギュアシリーズ、ねじれちゃんが予約開始となりました。でこれもですね、先日ワンフェスの展示で見ることができたんですが、クリアパーツの感じが本当に綺麗でしたね。お顔とかも抜群に可愛かったです。でしかもさらに他に3体の新作ヒロアカフィギュアの展示ありましたからね。いや今後のラインナップもとても楽しみです。はい、ではですね、お次行かせていただきまして、こちらになります。はい、メガハウスさんで POP レッドエディション世界の歌姫歌になります。POP 歌も早々に2体目の予約が始まりました。でこのフィギュア多分 POP では珍しい差し替えパーツで2種類を楽しめる仕様になってるんですよね。まあそんなわけで大ファンの方はもう2体予約するんじゃないかなと思いました。多分普通にいますよね。はい、ではですね、お次でも最後になるんですが、最後はこちらになります。はい、モデルウェイさんでいいんでしょうか。乳牛シスターおう子イラストレーション by ビアさん、ちょっとよくわからないんですが、これも、まあ、結構ご紹介させていただいてるんですが、謎の安いフィギュアシリーズなんですよね。で造形がまあ好みとかそういうのではちょっとないんですけどね、6分の1スケールでお値段が8470円って意味不明ですよね。まあ、でもそんな謎価格帯フィギュアを出すメーカーさんっていうのが最近ちょいちょいあるんですよ。安かろう悪かろうなのかちょっとよくわからないんですよね。まあ、でも面白枠として入れてみました。で機会があれば私も製品版動画を出したいと思ってるんですが、ちょっとエロめなのが多いので悩んでます。はい、ということで以上となります。いかがでしたでしょうか。皆様はどんなフィギュアをポチりましたでしょうか。ポチられる予定でしょうか。今回登場したものでもしてないものでもぜひぜひコメントの方お待ちしております。はい、ということで今回は以上となります。また4月に入りましたら3月後半編をやりたいと思ってますので、ぜひまた見に来てください。よろしくお願いします。はい、では、今回は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。